ノイチゴユーザーの皆さん、中条恵美です。映画覆面系ノイズとノイチゴのコラボ企画に参加してくれてありがとうございました。ニノを演じた私がニノ賞を選んだので発表します。映画覆面系ノイズとノイチゴ節キュンショートストーリーコンテストニノ賞はポワイさんです。おめでとうございます。どんな作品かというと、響けどれくらい願っただろう、届けどれくらい思っただろう、君と離れてから君のことを忘れた日は一度もなかった。君が隣にいた日々に言えなかった言葉、大好きな歌と一緒に言えなかった私の気持ちも君に届くと信じて私は今日も歌う。君と私の大好きな曲なのに涙が出るのはなんでかな。また君に会えたなら伝えたいことがあるんだ。だからもう一度君に会いたい。ニノのように好きという気持ちを伝えられない切ない恋心にとてもキュンとしました。改めて受賞おめでとうございます。映画覆面系ノイズは皆さんが投稿してくれたショートストーリーのようなちょっと切なくてキュンとする片恋ラブストーリーになっています。ぜひ映画館で見てください。ありがとうございます。大好き、ゆずの曲大好き。初恋の人ももに好きと言えないニノ、ニノに思いを寄せるゆず、ニノが好きなのに心を閉ざしてしまうもも。響け、それが僕から君への最後のプレゼント。俺の曲だけ歌ってほしい。終わらせたくないなら自分でちゃんと伝えな。